皆さんこんにちは。戦国時代の瀬戸内海には三島水軍を率いた伝説の女海賊がいました。その名はお堀鶴姫。鶴姫が一躍有名になったのは、1966年昭和41年に小説、海と女と鎧、瀬戸内のジャンヌダルクが発表されてからです。実は作者の三島康清は大堀家の末裔で、大堀家記という大堀家の歴史を記した文献と、現在でも現存する紺糸すすがけ脅し胴丸という鶴姫が着用したと言われる鎧を元に書かれました。今回は、そんな瀬戸内のジャンヌダルク、鶴姫の今に伝わる伝説をご紹介します。鶴姫は1526年、大山住神社を統括する大堀家の長女に生まれました。この大山住神社がある大三島は、南北朝時代から安土桃山時代にかけて、瀬戸内海最強と言われた村上水軍が、海賊州として勇壮な海のロマンを繰り広げた芸予諸島の島々をつなぐ 46km の島並海道の中ほどにある島です。父は大堀31代、大堀安持で、安奥と安房という二人の兄がいました。鶴姫の容姿はとても美しく、大柄で体格にも恵まれており、そんな鶴姫は父の手ほどきで神道書をはじめ様々な書物を読みこなし、横笛やことも奏でる。非常に利発な少女だったようです。ここで実家が神社なのに海賊？と皆さん思われたのではないでしょうか。時は戦国時代で戦乱の世です。この頃瀬戸内を中心とした地域は周防や長門などの守護だった大内氏の勢力が盛んで、豊後の守護である大友氏と結んだ河野氏と対立、中国地方の覇権を狙う大内氏にすれば、瀬戸内の政界権は何としても確保しなければならず、河野陣営に属する大三島は大永2年1522年、その攻撃にさらされました。そのため大堀家は宮司を務める一方、大三島の領主で、島内に城を築いて自衛し、合戦の際は、師弟が陣代として軍勢を指揮。それが三島水軍です。そんな時勢というのもあり、鶴姫は5歳から本格的な剣術を学び、兄たちの武術の鍛錬にも加わり、しばらくすると10歳も年が離れている自警の安房との立ち合いで、何本かに1本は取れるようになったそうです。鶴姫が8歳の時、父が病死し、安奥が大堀職をつき、安房が水軍の大将に就任します。しかしすでにその当時、大三島には戦国の嵐が吹き始めていました。大内義隆がたびたび攻撃を仕掛けてきており、大堀氏は同族の河野氏や村上水軍と組んで死闘を繰り返していたのです。それでも、鶴姫はまだ、兄二人に守られ、なお不自由な生活を送っていました。しかし、1541年天文10年6月、大内氏が瀬戸内海の覇権を握るために、かつてないほどの大船団を率いて大三島に攻め込んできたのです。三島水軍は村上水軍や河野氏らの援軍を得て大内勢と合戦に臨みました。この戦いでは16歳になった鶴姫も参戦しました。彼女が馬上で黒髪を風になびかせ、大泣きなたを抱えた甲冑姿で奮戦すると、味方は一斉に奮い立ち、敵の多くに手傷を負わせたと言います。なんとか激闘の末に大内軍を追い払ったものの、三島水軍の陣代であった兄、安房は討ち死にしてしまいます。同年10月、大内軍は三島軍の陣代の死を知り、追い打ちをかけるべく、再び大軍を大三島に送ってきました。その時、なんと、陣代として三島水軍の陣頭に立っていたのは、他ならぬ鶴姫でした。大堀職を継いだ安奥はしきたりにより戦場には立てないため、鶴姫が安房の意志を継ぎ、大三島の神を守るという熱い思いをたぎらせて出陣したのです。かやぶねで敵船に向かい、遊女のふりをして勘違いして投げかきなどで手繰り寄せた相手の隙をつき、乗り込んで、我こそは三島大明神の使いなりと名乗りを上げます。そして大泣きなたを振るい、敵の大将であった、小原中司の城高時を討ち取るのです。指揮官を失った大内軍は撤退、三島軍は大内軍の上陸を再び阻止したのです。安房の死後、三島城陣内の職に就いたのは、大堀氏の同族で鶴姫とは幼馴染の内安なり、共に戦った二人はやがて相思相愛の仲となり、力を合わせて三島水軍の立て直しを行っていました。しかし、その中を引き裂くように、二度も煮栄を飲まされた大内氏は、2年後の1543年天文12年猛将として知られた、末高房を大三島に送り込みます。鶴姫、18歳の時です。勇猛で深い知識を持ち、基地にも富んでいた安成は、巧みな戦術で大内軍を苦しめますが、大艦隊を相手に、
痴漢経過とともに敗北は避けられない状況に陥っていきます。そこで鶴姫たちの退却の時間を稼ぐため安成は自らが敵の指揮線をめがけて突撃する捨て身の作戦に打って出たのです。これにより敵の艦隊を沈めることには成功しますが、安成は戦死します。兄の安岡はこれは大明神の御託戦だと戦いを終わらせる道を取り、大内氏の軍門に下ることを表明。しかし鶴姫は安房や安成の無念を思い再出撃を敢行します。残った早船を動員し、夜明け前闇に紛れて敵船に夜襲をかけると、これほど早く逆襲に遭うとは思ってもいなかった大内軍は大混乱に陥ります。嵐も鶴姫を援護してくれるかのように吹き荒れ、多くの船が沈没し、高房は戦闘の継続を断念します。鶴姫は大三島を守り抜いたのです。しかし安成を失った悲しみは癒えることがなく、彼女は恋人の後を追って海へ入水し、18歳の生涯に幕を閉じました。その際に読んだとされる鶴姫の自省の句があります。我が恋は三島の裏のうつせがい、虚しくなりてなおぞわずらふ。私の恋はまるで三島の浜辺のうつせがいのよう虚しくて、彼の名を思い浮かべるだけでとても辛い。かの大内義高をも撃退した勇ましい姫将軍でありながらも、その実恋人の死を儚んで自害するという情感豊かな乙女でした。なんとも切ないお話です。この物語の舞台となった大三島の小山積神社とは、全国に1万社余りあるとされる三島神社や小山積神社の総本社です。そのため武運上級を祈願して多くの武将たちが武具を奉納してきたため、全国の国宝、国の重要文化財の指定を受けた武具類の約8割がここに収められていると言われています。しかも国宝8点、国の重要文化財は682点も収められています。源頼朝や源義経の鎧や、あの武蔵坊弁慶のものとされる長い薙刀もあり、これらは宝物殿の奥で眠っているのではなく、実際に見ることができます。鶴姫が着用したと言われる鎧、紺糸すそ掛け脅し胴丸も所蔵されていて、国の重要文化財に指定されています。この鎧は日本に現存する唯一の女性用の鎧とされている一方で、それには懐疑的な説もあります。胸周りを大きめに張り出しているのは呼吸を楽にするためであり、ウエストが絞ってあるように見えるのは胴裾を腰骨に乗せるように細く絞った形に仕立てることで、肩にかかる胴の重量を分散させ、疲労を減らして長時間の甲冑着装に耐えられるようにしたもの。そして足さばきを良くするために、それまでの定数の4から8枚に分割したものから、さらにより細かく分割し11枚にして動きやすくしたものだというものです。ただどちらであっても鶴姫が甲冑を身にまとい活躍したであろう姿を思い浮かべながら、この甲冑を眺めると、瀬戸内のジャンヌダルクと称された鶴姫の姿が目に浮かぶのではないでしょうか。大三島には他にも鶴姫伝説ゆかりのスポットがたくさんあります。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。